アンダー55キロ、アンダー60キロ、そしてアンダー65キロと決勝戦が続いてまいります。10代の若さ、ここからさらに爆発というアンダー60キロトーナメント。まずは赤コーナー、矢部咲美陸、星槎高校3年生、東京都出身。対して青コーナーからは松山裕太、田原高校2年生、16歳、東京都出身。甲子園を取ってプロになりたいと、これは175センチの松山、右手を前にサウスポースタイルです。それに対して167センチ、矢部咲が回ってきます。ミドルキック、共にボディに放っていきます。ここ早くコーナーに詰める。松本選手、2人とも攻撃だいぶ鋭いですね。そうですね、でも矢部咲選手が自分から結構攻めてるんで、いつもどっちかというとカウンターのイメージだったんですけど、すごいいいと思います。そうですね、はい、格闘代理戦争での活躍もありました。いろいろアマチュアで経験を積んで、また何かちょっとどっしり堂々としてきたなという印象ありますね。そうですね、すごくそうなったと思います。うわー、海瀬選手、これステップを見せました。矢部咲き綺麗な場所出ていいと思うんですけど、もうちょっと攻めてほしいなと思う。もっともっと、はい、決勝なんで、はい、ダウン取るぐらいの試合を見たいです、それからその先やっぱり KO を打ちますよね。どうしてもレベルが上がってくると期待される度合いが高くなります。さあ、松本選手、これ手首に青いテープを巻いている松山の方は印象どうですか。松山選手、すごい蹴りのキレがありますね。やっぱ長いんで、はい、すっごい多分入りづらいと思います。ずっとミドル蹴られて、すごいいい蹴りですね、めちゃくちゃ。そして今、そしてフォアナイスポット、今左のミドルキック、フォアナイスポット、左、さらに前に、ダウン、うまい。松本選手、その一連の攻撃ですね。松山、良かったです、ちゃんと蹴り振ってたんで、パンチがしっかりありましたね。拳だけではなく、重量は金庫、そしてパンチを見せて、もう一回ダウンを奪えば KO 勝利で、このアンダー60キロチャンピオンに輝きます。松山裕太、でも返そうと打ってからステップワークでというところが目立つのは今日の矢部咲です。矢部咲に一発があるので楽しみですね。はい、そうですね、バックスピンキック、いやいや逆に蹴りでというのが松山、まだ、でもストレートから膝、顎に届く攻撃のコースというのは、海星選手、これ松山も見えてますよね。見えてますね、もう完璧に青野選手のペースになってると思います。今もう行くしかないですか。そうですね、もうもっと行った方がいいと思います。もっともっと、はい、おー、バックスピンキック、矢部咲、前蹴り、松山を返す、だそうですね、やっぱ甲子園こうじゃなきゃダメですね。これ期待してたんですね、はい、それ。いやー、古田さんどうですか、率直に聞きましょう。すごかったですね、最後の、ね、えびっくりしました。ハイキック見えましたか。見えましたいや、美しい軌道を描きました。松本選手、一言ください。いやー、もう本当すごかったです。本当ちゃんとフルパンチも蹴りも全部振り分けてたんで、すごいいい流れでしっかりちゃんと KO で勝ち切ったんで、松山選手すごいこれからも期待したいと思います。これが財産になってくるんでしょうね。大きなものを得ました、優勝アンダー60キロトーナメント、松山裕太。